皆様、ようこそお越しくださいました善喜と申します。今回ご紹介させていただきますのは、ことぶき屋さんから発売しておりますフレームアームズガール、リトルアーモリー、ゴーライカイ、ブラック、ウィズ、FGM-148 タイプ対戦車ミサイルでございます。これまた若干遅きにした感はあるキットであるんですけれども、今回ご紹介するこのキット、実は2024年の5月、先月ですね、発売になっていたものになります。と言いますか、毎月のことではあるんですけれども、こういったメーカーさんから発売されるプラモデル、輸送や流通の関係でどうしても月の下旬に固まりがちなんですよね。で、手元に届いたキット、自分なりに優先順位をつけていろいろご紹介していきますと、どうしても今回のように月をまたいでしまうことがあります。まあその点は足からずご了承ください。で、今回ご紹介するこのゴーライカイなんですけれども、そもそも一緒についております、この FGM-148 タイプ対戦車ミサイルというキット。これにつきましては今回が初ではなくって、ちょうど1年前ですかね、私のチャンネルでもご紹介したことがあります。島田文兼アートワークスという画集に出てきたアルシアという女の子の美少女プラモデルキット。そちらのリカラーキットの方にこの対戦車ミサイル同梱されておりました。当時いただいたコメントの中に、その対戦車ミサイルが欲しかったので、アルシアを買ったなんていう方もいらっしゃいましたけども、今回はそういった一部の方にぶっ刺さる軍事兵器を同梱したゴーライカイ、しかもブラックバージョンとなっての登場です。ではもう早速パッケージご紹介してまいりますが、今ご覧いただいてますのが正面の方。イラストにつきましては通常のゴーライカイのリカラーですね。ポージングも全く同じです。ただ最も気になるのはゴーライのこのフレッシュカラー、肌の部分の色なんですよね。これまで私のチャンネルでもゴーライのキットっていうのは多分13、4個ぐらいご紹介してきたんですけれども、おそらく褐色肌のゴーライは今回が初じゃないかななんて思うんですよね。で、箱の大きさは通常の、正面から見る分には普通のプレガサイズなんですけれども、かなりの厚みがあります。で、こちらが側面、いろんな写真が載っておりまして、こちら塗装済み完成品のフロントとバック、今回の対戦車ミサイル、背中にマウントしております。全体的なカラーリングの統一感もあって、ゴーライは最初からこういった兵装だったよって言われても、納得できるぐらいなんかしっくりきてるんですよね。で、ちゃんとこういった感じに構えることもできますし、このミサイルを発射した状態のポージングもバッチリ決まっております。で、こちら、まあ、この辺つきましたらカラーが違うだけで、過去のゴーライカイと全く同じなんですけども、胸部の装甲についても、たわまなものと、小ぶりなものという風で、こういったところに妙なことぶき屋さんのこだわりを感じます。で、右っ端がいつものようにマルチカラーキットということで、無塗装パチ組みでカラーすら貼ってない写真。ただ、これを見ますと、ゴーライの肌のカラーリングって随分通常カラーのゴーライに近い気がするんですけれども、前もって中のランナー見ましたけれども、既存のゴーライのフレッシュカラーではなくって、こちらの塗装済み完成品のような、こういったちゃんと肌の色をしておりました。で、手前側がこんな感じになっておりまして、反対側がこちら。付属するフェイスパーツは3種類。正面向き顔、右向き顔、スマシ顔。まあ、スマシ顔がウィンクしてますので、これを今回の対戦車ミサイル構えた時に使うと、照準鏡を覗いているような、そんな感じに使えると思います。で、下の方が水電車デカール。一見多そうに見えますけれども、過去のキットに比べると、だいぶこれでもコンパクトになった気がします。ちなみに、ゴーライ本体だけではなくって、対戦車ミサイルのものもここに入っております。で、あとは、中書きとなっております。では、中身の方もご紹介していきたいと思います。って言いますか、まあ、ゴーラー自体がことぶき屋さんの、言うなればイメージキャラクターと言いますか、イメージキットに近いので、よく出るのはわかるんですけれども、この対戦車ミサイルについても結構擦りますよね。で、中なんですけども、別々に入っておりまして、まずこちらのちっちゃい子ですね。こちらに対戦車ミサイルが入っております。まあ、先にこれだけご紹介しますと、まあ、これについては過去のアルシアの時にも入ってたものと全く同じだと思うんですけれども、こんな風になっておりまして、まずこちらがランナーですね。このミサイル本体とか、その対戦車ミサイルのメインの部分。で、こちらが、それ以外の部分で、こんな照準器といいますか、なんか機械的なところですとか、こういった円形のパーツとか。で、説明書の方がこちら、なってまして、ただここにはちゃんと、フレームアームズガール、ゴーライカイ、黒付属というふうに書かれております。で、中の方に、こちらで、ね、作り方の説明書があります。まあ、見ての通り、黒と濃いグレーの2色成形でしたので、デカールシールが付いているとはいえ、まあ、なんとなく、塗装済み完全に近いような感じで、追加の塗装はして作っておきたいなと思います。で、こちらがセット内容パーツリストですね。で、メインのゴーライカイブラックバージョンの方ですけども、この中敷きの板を取りますと、まあ、紙類は最後にご紹介するとしまして、まずはこちらの方が、ゴーライのこの太ももの部分とか、すねの部分、もうさすがに十何個もゴーライ作ってくると、この段階でどこのパーツか、だいぶわかりますよね。背中の部分とか、かかとクローラーがあります。ちょっと取れかかってますね。で、次にこちらの方が、黒いパーツ、太ももの下半分の部分とか、あとは反対側の方にスカートのパーツとかがあります。で、こちらの方がヘッドギアの部分ですとか、こちらがレールガンのものですね。今回肌が褐色になっただけじゃなくて全体的に黒になったせいもありまして、こういったところおそらく墨でも何もしなくても、組み上がっただけでもカラー再現ができると思います。で、こちらが、おパンツ部分と
こちらがレールガンのカートリッジといいますか、弾倉といいますか、マガジン部分ですね。で、こちらの方に、これが今回の肌のカラーリング。先ほど外箱にあった無塗装パチ組の写真に比べると、だいぶこのパッケージカラーに近いといいますか、ちゃんと褐色肌になってますよね。反対側に太もものパーツがあります。で、こちらの方が、これが膝のパーツとかですね、同じランナーが2枚あります。で、こちらの方が、これ肩とかのジョイントパーツと白い頭髪パーツ。そしてこちらのがポリパーツ。で、こちらの方にハンドパーツがありまして、で、こちらがフェイスパーツ。これが正面向きで、これが右向きで、これがすまし顔と言いますか、ウィンク顔と言いますか、照準器覗き顔って感じでしょうか。で、最後こちらがデカールシール。まあ、今回、このパッケージラス見ていただいても分かります通り、ゴーライといえばの島パンがありませんので、当然島パンのデカールもありません。で、この辺が多分対戦車ミサイルの方ですね。で、この辺がゴーライのカラー再現といいますか、ライン部分のデカールとなっております。キットはこれで以上となります。まあ、カラーリングが違うとか、対戦車ミサイルが付いているとはいえ、メインのゴーライにつきましては、すでに発売済みのゴーライ回と全く同じですので、私の場合はまあまあ慣れてもいますし、そうじゃない方でも、分量としては昨今の美少女プラモデルと比べると結構作りやすい分量じゃないかななんて思います。そして最後作り方の説明書なんですけれども、こちら、ゴーライ回ブラックバージョンうんたらかんたらなんですが、実はこれ、2つありまして、と言いますか、この1枚目の方はこれ1枚ペラだけです。要はカラーリングが違いますので、このパッケージラストの表紙部分と、あと中の方が、こういったポージングですね。今回のキット、ちゃんと対戦車ミサイル持っております。で、下に兄貴の説明があったり、で、こちらがカラー&デカールガイド。要は、カラーリングが違うだけで、物は全く過去のゴーライ回と同じなので、このカラーが違うところですとか、あとここの最後のページの方もデカールガイドで、お顔の部分とか、あとこれですね、対戦車ミサイルのデカールの指示があるだけで、メインとなります説明書は、こちらのゴーライ回バージョン2、こちらのものが入っております。ですので、まあ中身については軽くざっと流す感じでご紹介したいと思います。こちらに載ってますけども、まあ今回カラー違いますからね。で、パーツリスト。まあこれについても、この余剰パーツについても全く物が同じなので、カラーが違うだけで同じように余るでしょうし、こちらの方のパーツ M のところとか、ポリパーツ、こういったところの余剰パーツも全く同じです。で、フェイスパーツとかハンドパーツのことが書いてあって、次のページから組み立て、まずは頭部。まあこれについてはもうおなじみって感じですね。でも胴体の組み立て、この肩の部分、初期の頃のゴーライはこの背中と胸で肩のボールジョイントを挟み込む構造だったんですけれども、この頃から前後にスイングするパーツを先にはめ込んで、そこに肩のパーツをパチンとはめると、当時ここが変わっただけでも結構驚いたものです。で、胴体部分が出来上がりましたら、こちら胸の部分作ってますね。で、胸の部分も出来上がりましたら取り付けて、で、背中の部分とかバックパック的なものを取り付けて、で、次に腹部を組み立て、スカートもちゃんと稼働します。で、おパンツ部分を作って全体を連結して胴体の完成。次、腕部の組み立て、共通部分 ×2 を作った後で、まずこちらで左腕の完成、同様に右腕の完成。で、腕が出来上がりましたら今度は脚部ですね。こちらもつま先部分、共通部分とか、ゴーライといえばのかかとクローラー ×2 を作っております。で、膝のパーツとか、膝当てのパーツを組み立てて、で、次のページで、これ全部工程は ×2 ですね。で、ここで足のメイン部分が出来上がりましたら、太もも部分を作って、連結して左足の完成。同じように右の太ももを作って、側面に走行パーツを取り付けて連結して左足の完成。で、脚部を取り付けて頭部を接続したら本体の完成。で、ハイブキャノンの組み立てと、その取り付け方。ゴーライ回になってこのハイブキャノン、右でも左でもどちらでも付けることができるようになりました。で、ナイフの取り付け方法とレールガンの組み立て。で、レールガンの持たせ方、ナイフの持たせ方。で、次にこちらの方で、お胸ですね。こういった中サイズと大サイズ。まあこれは初期のゴーライ回からありましたけれども、こういったところの何と言いますか、こだわりと言いますか、しかも単純にゴーライ回だけじゃなくって、ゴーライ用のお胸にも中サイズと大サイズがあるという、こういったところに妙なこだわりを感じます。で、もも走行の稼働とか、靴パーツの稼働。で、こちらでニューフライングベースの取り付け方とか、各種ハードポイントの説明があります。で、デカールの貼り方の指示があって、最後のページ、これはまあカラー&デカールガイドですけども、まあこれはゴーライ回バージョン2なので、まあこのページは割愛します。以上、こんな感じです、ね、説明書は。では、こちらもですね、早速組み立てて、ゴーライ回と対戦車ミサイル、まずは完成品の状態、ご覧いただきたいと思います。
ほんの数パターン程度ですがご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。ではここからキットの方をご紹介してまいります。で、今回のキットなんですけれども、ゴーライカイブラックに限ったことではなくって、これまで発売になったゴーライカイのキット全てがそうなんですけれども、単純にゴーライカイが組み立てることができるだけじゃなくって、例えば膝アーマーですとか胸部アーマー、こういったものにつきましては組み替えることによって無印ゴーライにすることができるパーツも同梱されておりました。ただ今回の動画の中ではあくまでもゴーライカイブラック、こちらの方だけのご紹介になりますので、今ここにはゴーライにするためのパーツは置いてありません。で、あとはカラーリングなんですけれども、ブラックという割にそんなにがっつりした黒というよりもむしろ濃いグレーっぽいカラーリングでしたので、ところどころ墨入れをして、あとは目立つところで言いますと、この肩アーマーのこの下の部分の黒いところですとか、お腹の真ん中のグレーの部分、あとスカートのライン、こういったところちょこちょことカラーを入れて、仕上げに全体的に艶消しのトップコートが吹いてあります。ではまずゴーライカイ黒、こちらの方の付属品や交換パーツの方からご紹介してまいります。まずはハンドパーツ。今本体についてますのが指の揃った開き手、それ以外に4種類。もう言わずもがなの標準的なパターンですね。まあ、これから揃ってるのが一番いいと思います。左側の方から開き手、握り手、武器持ち手、人差し指の伸びた武器持ち手、以上ハンドパーツは合計5種類が付属します。続きましてフェイスパーツ。今本体についてますのが正面向き、それ以外に2種類。まずこちらの方が左向きの、まあ、通常側ってとこですかね。で、こちらが名称としては、スマッシュ顔ってことだったんですけれども、まあ、今回、対戦車ミサイルも付いてますので、狙い側と言っていいと思います。ゴーライそのものが結構歴史のあるキットなんですけども、相変わらず、タンポ印刷は。シンプルですけれども、綺麗ですよね。頬のところにベニが入ったり、目のところにもハイライトが入っております。以上、フェイスパーツの合計3種類が付属します。続きまして、胸部パーツ。ここに小道具屋さんのこだわりをすごい感じるんですよね。先ほど申し上げました通り、今ここに置いてあるのは、ゴーライカイのものとなります。で、今本体に付いてます、この胸部の、ここの部分のパーツですね。これが最も標準的な、言うなればメカニカルな胸部パーツ。次にこちらが控えめなお胸サイズのもの。そして最後こちらが結構豊満なお胸サイズのものですね。以上、胸部パーツにつきましては3種類が付属します。次にゴーライ用の武器としまして、まずこちら。まあ、従来のゴーライに必ず出てくるこのハンドナイフですね。ナイフ部分につきましては成形色黒だったので、当時のところ私の方でシルバーで塗装しております。で、こちらのホルダー部分に差し込んで、このピンで腕横とかふぐらはぎの部分にマウントすることができます。次にこちらがレールガンでしたっけ？まあ、ゴーライカイといえばの武器になります。こちらの方もちょびちょびと色を塗ってありまして、ここの部分については上と同じ成形色だったので、まあ、グレーっぽく塗ってあるのと、ここの部分が多分断層だと思うんですけども、ここは着脱可能で、側面一周ぐるっと黒くラインが入っておりますけども、まあ、これは段違いモールドだったので、私の段違いモールドがあると色を入れてしまう病が発動して、まあ、塗るべきところだったのかどうなのかわからないんですけど、まあ、一周ぐるっとラインを入れてあります。で、これにつきましてはこう逆手で持つ感じになっておりまして、この照準器みたいなところ、ここもブルー、私の方で塗装しております。今回のキット、こういった濃いカラーリングでしたので、ここの部分ですね、塗り焼きをする必要がほぼなかったので、墨入れとちょこっとの塗装で、かなりいい感じに仕上がったんじゃないかななんて思います。次に、これ目当てに以前発売になったアルシアを買われた方もいらっしゃる、FGM-148 タイプ対戦車ミサイルですね。まずこちらがミサイルの、まあ、中身といいますか、ミサイル本体ですね。で、今回この対戦車ミサイルの方につきましては、墨入れも含めて一切色を入れておりません。普通に組んでデカールを貼ってトップコートを拭いただけです。まあ、潜在画像とか見れば、このミサイル本体につきましても、この先端の部分とか側面のところ、色が入ってたんですけれども、試しにこうトップコートだけ拭いてみても、なかなかこれはこれで重厚な感じがして、いかにも実用兵器らしさが、このモールドだけで十分再現されていると思います。で、このミサイル本体につきましては、この下の部分ですね、ここ今メカニカルなモールドがありますけども、ここの部分にこんな風に、3ミリのピーナーがついたもの、これに乾燥することもできます。これにすることによって、先ほどご覧いただいたようなミサイル発射状態を再現することができるようになっております。で、次にこちらが発射筒と指令装置。それをこうくっつけた状態のものですね。まあ私もこういった軍用兵器詳しくわからないんですけれども、この指令装置と発射筒は、まあ通常こうやって分離した形で持ち運ぶといいますか、輸送されているようで、で、この発射筒については、ここの部分に手に持たせるようなこんなグリップもあります。で、蓋といいますか、この前後の黒いパーツ、これも多分、実際の兵器もそうだと思うんですけども、完全な円形ではなくて、一箇所平らな部分があって、こう地面に置いても勝手に転がっていかないような、そんなデザインもきちんと再現されております。で、これ、潜在画像の中でゴーライの背中にマウントしているものがあったんですけれども、どうやってやるんかなと思ってしばらく悩んだんですが、ここの黒いパーツですね、ここを外しますと、この中に3ミリのピンと穴があります。で、今回のゴーライで言いますと、この背部のこの方針部分ですね。これを全体を外しますと、ここの穴が3ミリの穴になりますので、これをこう下向けて、横向けて、ここの穴の部分に、こちらのピンですね。
これを差し込むことによって、潜在画像とかにありましたこの背中に発射筒をマウントした状態を再現できるようになっております。アルシアにはそもそもこういったバックパックがなかったので、このゴーライカイでこの発射筒を背中にマウントできるっていうのは絵的にも非常にかっこいいんですよね。で、潜在画像の中にはここのピンを、今のキャノンのとこではなくてこの肩アーマーのピン穴ですね、ここにマウントするものもありました。そういった意味で言うと、この 3mm の穴とかピンがあるっていうのは、単純にこの対戦車ミサイルとして使うんじゃなくって、なんか追加武装としていろんなメカ装置にもマウントしても楽しいんじゃないかななんて思います。で、こちらが指令装置の方ですね。ここの部分開閉することができるようになっておりますし、反対側この真ん中の部分に照準の穴みたいなものと、これ何かしらよくわかんないんですけども、書かれたデカラも貼ってあります。先ほど話したこの発射筒を肩に、でこの指令装置だけ手で持ってっていうのもありますし、このちゃんと本来のようにここの部分にマウントして、この部分肩に乗せてミサイル発射、そんなこともできるようになっております。もしかしたら今回もこの対戦車ミサイルが欲しくて、そのためだけにこのキット買われる方もいらっしゃったんじゃないかななんて思います。ではゴーライカイ黒バージョン本体のをご紹介してまいります。とは言いましても、もうこれまで私のチャンネルでもゴーライ絡みと言いますが、ゴーライカイについても2度ほどご紹介してますので、ことさら細かく説明する必要はないと思いますので、ごくごく簡単に可動とか含めてご紹介してまいります。まずこちら、お顔こんな感じになっておりまして、まあ後で無印ゴーライカイとゴーライカイの白バージョン全部並べてみますけれども、今回このブラックになったことによってこの目の色が赤くなっております。で、肌もまあ褐色系と言いますか、正直照明当ててるせいもあるかもしれませんけれども、イメージイラストよりかは若干明るめの肌の色になってますね。で、頭部は頭部側がボールジョイント、首の付け根がボールジョイントで、肩のアーマーについてはこの状態ですね。この外側の部分を単純にこう外すことによって、ここ外すだけでこんな風に通常のゴーライ状態にすることができます。で、これ差し込めばゴーライカイという風で、意外とゴーライとゴーライカイの往復って楽なんですよね。で、お胸とか胴体周りこんな感じになっておりまして、一応この胸部というか腹部のように可動があるんですけれども、ご覧いただいて分かります通り、結構このクリアランスといいますか、つながりがぴったりしてますので、そんなグリングリ動くわけではありません。まあ、それでもこう前後に軽くこう角度を変えることができるようになっております。で、ゴーライキット毎回一手間加えるところなんですけど、お腹の真ん中のこの台形みたいなところですね、ここはいつも成形色のままなので追加で塗装がする必要があるんですけども、まあそろそろこのゴーライといいますか、ゴーライカイについても、ことぶき屋さんの美少女プラモデルを代表するような有名なキットなので、もうそろそろこのベースの素体構造も含めて新しいバージョンが出てもいいんじゃないかななんて思います。で、肩とか肘とか十分な可動がありますし、この太もものこのアーマーですね、ゴーライの時には位置固定だったんですけども、ちょっとこれ外した方が分かりやすいですね。裏のこのボールジョイントの位置、今これ下になってますけども、ここの部分をスライドさせて、このボールジョイントの位置をスライドさせることができるようになりました。まあこれも初めてゴーライ回が出た時に、あ、こんな可動があるのかっていう驚きもありましたし、形状そのものはゴーライと同じなので、まあ、むしろゴーライになってもここの部分のスライドギミックが楽しめるってところですかね。で、スカートについては前側のここと、ここと、この後ろのもう一枚、左右それぞれ3枚ずつのスカートが干渉を避けるために稼働させることができるようになっております。そして、ゴーライといえばの島パンも、今回のブラックバージョンでは島パンではありません。普通の黒いパンツですね。そして、かかとのこのゴーライといえばのかかとクローラー、ちゃんとこんな風にきっちり角度を変えて、足首と同じような位置に下げて、ぴったり同じように設置させて、クローラーダッシュということもできるようになっております。このかかとクローラーっていうのは、現状多分フレーマーズガールの中ではゴーライしか持ってない武装ではあるんですけども、ゴーライを象徴する武装であると同時に、やっぱりこのかかとクローラーってなんかメカ好きにはたまらんもんがあるんですよね。ではちょっと稼働とかご紹介、だいぶ簡単になっちゃいましたけども、せっかくなのでこれまで発売になっている他のゴーライ回ですね、横に並べて色の違いといいますか雰囲気の違い比較してみたいと思います。まず左側に無印のゴーライ回ですね、並べてみますとこんな感じになっておりまして、あ、ちなみに胸部パーツについては個人的な趣味で全てこの豊満なものに統一してあります。で、右側にゴーライカイホワイトバージョンを並べますとこんな感じで、改めてこうやって3種類のゴーライカイ並べてみますと、まあ確かに今回のキットブラックといえばブラックなんですけれども、パッケージイラストから受けるほど黒というよりは、まあむしろグレーって感じですかね、のカラーリングになっております。あとは肌の部分のカラーリング、ちょっと真ん中にゴーライかいブラック置いちゃったので分かりにくいかもしれませんけども、左のゴーライに比べると右のゴーライの方が若干白っぽい肌なんですよね。まあ、この辺りのカラーの違いっていうのはベースのキットのカラーの影響もあって、よくよく見ないと分からないレベルなんですけれども、さすがに今回のゴーライかいブラックについては明らかに褐色の肌っていうのがよく分かると思います。頭髪のカラーも違いますし、目の色も違いますし、
冒頭にもお話した通り、これまでいくつものゴーレムのキットを私のチャンネルでご紹介してきましたが、いずれもペールオレンジっぽかったものが褐色系の肌のカラーになったっていうのは、やはり今回のキットが初めてじゃないかなって思うんですよね。そういった意味で言いますと、対戦車ミサイルのためだけに今回のキットを買うっていう方がいらっしゃるかもしれない一方で、褐色肌のゴーレムっていう意味でも今回のキットは手にする価値があるんじゃないかななんていうふうに並べてみて改めて実感しております。で、まあ、せっかく3種類のゴーレム並びましたので、このお二方にはちょっとだけ後ろの方に立っていただくとしまして、フレイムアームズガールゴーライカイ黒 with FGM-148 タイプ対戦車ミサイルはこんな感じでした。といった感じでご紹介してまいりましたゴーライカイ黒以下略、いかがでしたでしょうか。これまで何度もゴーライを作ってくる中であんまり意識してこなかったんですけれども、改めて今回のキットのように肌の部分の成形色が褐色っぽくなっているゴーライっていうのは、見た目のインパクトもそうですけれども、いざ他のゴーライと並べてみたり、キット単体で見た場合でも相当違った印象がありますし、ブラックというほど走行パーツは黒ずくめではないんですけれども、それでも全体的なカラーリングのマッチ感もあって、これはこれでかなりかっこよくて可愛らしいゴーライカイだったじゃないかななんて思います。ゴーライカイですとかゴーライカイ白、そちらのものとキット構成は全く同じですので、先ほどもご紹介の中でお話ししました通り、ゴーライカイだけではなくってゴーライの状態にすることもできますし、お胸についてもメカっぽいもの、チュッコライサイズのもので今つけてあります大きいものという、ゴーライカイ共に3パターンともありますので、そういった意味でのプレイバリューもかなりあったと思います。で、今回は FGM-148 タイプ対戦車ミサイルが同梱されているということで、RCの時にも同梱されたキットであるんですけれども、今回のゴーライの場合、背部キャノンの部分に 3mm の穴があって、そちらに今ご覧いただいてますように背中にマウントすることもできますし、逆に肩アーマーとか場合によってはふくらはぎの横の 3mm ピン、こういったところにもマウントして、で指令装置は手に持って遠隔的に発射とか、あるいは指令装置とは切り離して今やってるように片手にレールガン、背中に対戦車ミサイルなんていう非常に重装備のゴーライカイ、こんなカスタマイズができるっていうのも今回のキットの魅力だったんじゃないかななんて思います。ただその一方で、ゴーライもここまで来ますと、さすがに最新のプレガのキットでもあるドゥルガーとかマガツキに比べますと、素体部分の構造にやっぱり古めかしさと言いますか、一昔前な感じは拭えないんですよね。ゴーライというキャラクター自体、おそらくコトブキ屋さんから最も愛されているフレガのキャラクターだと思いますので、いっそもうそろそろ素体構造を抜本的に見直して、さらにアップデートされたゴーライカイのキットが出てもいいんじゃないかななんていうふうに思いました。で、今回ご紹介したこのキットなんですけども、発売から半月ぐらい経っての今回ご紹介なんですけれども、まだまだいくつかのショッピングサイトさんの方で若干ディスカウントされた価格で、まだまだ市場の方に在庫があるようです。美少女キットがお好きな方、ゴーライがお好きな方、店頭やネットでお見かけの際にぜひご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして、私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。